憎悪が広がっていくみたいなね、憎しみが深まっていくことによって停滞していくっていうカードになってるので、皆さんこんにちは、サラです。今日は、これもまたね、世間を賑わせてるうちに入るのかな、高野花さんと息子の裕一さんの関係を勝手に占っていきたいと思います。まあね、高野花さんってやっぱり横綱まで行った人で、もうすごく獅子座らしい、成功するためにはもう本当に何でも努力してやり遂げるみたいなね、だからまあやっぱり私的には、あ、信頼できる人なのかなって思ったりするんですけど、どうも今までのね、いきさつ見ていくと、お兄さんとの確執、お母さんとの確執で、今度はまあね、息子さんとまでね、こういう風になるっていうのは、なんかこう、まあ、融通が効かないのか、一本すぎるのか、まあ何なんだろうってね、すごく残念に思ってるんですね。でそもそもね、息子さんがテレビに出始める時に、靴職人としてテレビに出るっていうことで許可をしたっていうね、そういう報道もあったりして、まあそれをちょっとなんかね、タレントみたいにね、なってしまったところに、お父さんとしてはね、ちょっと怒りを感じてるのかなって思うし、あとは高野花さんのバイクを勝手に売ったとかね、まあいろいろとその、まあ、ネットの報道とかね、ニュース見てると、まあ本当のところは分からないけど、雄一くん、息子さんは割と、勝手なことしてるのかなっていうようなね、そういう気はするんですね。まあ、モラハラとか暴力とかそういう言葉までね、発するようになって、今も本当なんか泥沼化してる。最初の頃はね、出た最初の頃は私はなんか母親としてね、なんて素敵な息子なんだろうとかって、もう羨ましいとさえ思った。まあ、自分の息子がどうじゃなくて、うちの息子たちももちろん立派なんですけど、なんかこんな男の子世の中にいたんだみたいにね、思ってたんですけど、こうどん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 テレビに出ていくうちにね、なんかちょっとイメージが変わっていったっていうか、まあ雄一くん自身が芸術的な面がね、まあ、誕生するから見るとあるので、本当に純粋に靴職人として一生懸命頑張っていったら、いい職人さんになるかもしれないのに、なんかね、やっぱりちょっと華やかな方に目が向いてしまったのかなっていう気はするんですね。まあね、高野花さんもね、今なんだろう、四面楚歌なのかな、もうね、金銭的なこと、経済的なこともね、いろいろと困ってるみたいな話もね、出てるし、まあこの親子の関係が今後どうなっていくのかを、まあね、ちょっと勝手にね、見ていきたいなって思います。はい、どうだ、まあこういう感じです。はい、高野花さんと息子の雄一くんとの関係を
見ていきます。まあね、やっぱりこのここに出てる皇帝のカードが貴乃花さんとするならば、まあ、多分貴乃花さんでしょうね。現実的であり、まあ、支配的であり、その人が、まあ、息子さんに対してしっかりしろよみたいなねことを言ってたのかなっていう気はしますね。でもそのことで関係性がちょっと変わっていってる。お互いのその関係がちぐはぐになっていって、でそれによって、まあ、変化が生じていくことによって、まあ、雄一くんは勝手に動き始めたみたいなね、そのこの過去のカードになってるんですね。まあね、結婚もしたしね、すぐ不倫とか言ってね離婚もしたし、まあお父さんからしたら何やってるんやみたいなね感じだったんでしょうね。まあ、ただね、この現在のカードが恋人の正位置っていうところが、うまくいってないはずなんだけど、もしかしたらね、この周りからの干渉によって話し合いをした方がいいよとか、そういうアドバイスをたくさんもらってるんじゃないかなって思いますね。だからそもそもそのマスコミの報道っていうのはね、いつもこう誇張してるっていうかね、面白おかしく書くので、そのマスコミの報道がどん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 親子の関係をに溝を広げていってるのかなっていう気はするし、まあ、周りの関係者からすると話し合いをして修復したらどうなんだっていうね、そういう声はあるんじゃないかなって思うんですね。なんかね、まあ、先を見ていくとね、ちょっとやそっとじゃこれはね解決しない。まあ世界のカードが逆っていうのは、問題がなければ平和だったのかもしれないけど、もう全然その行く先がね、憎悪が広がっていくみたいなね、憎しみが深まっていくことによって停滞していくっていうカードになってるので、まあなんて言うんだろう、試練なのかもしれないし、まあね、貴乃花さんもね離婚してるし、雄一くんはまあこれから人生長いしね、どうなんだろう、親子関係っていうのはもう本当にちょっと修復難しいのかなっていうそんな気もしますね。まあ、ただやっぱりね、貴乃花さんっていう横綱まで行った人だし、真面目だし、まあどの程度ね、一方的な考えを持ってるのかっていうのは、まあ誰にもわからないとは思うけど、まあこのね試練とかこれからの関係性深まっていくんじゃないかっていうのを見ると、貴乃花さんは自分から折れていくような風には見えないですね。でお父さんが折れないし、息子さんから歩み寄るっていうようなそういう感じもしない。まあね、でも別にね、その貴乃花さんと雄一くんだけが特別じゃないとは思うんですよね。世の中にはもうお父さんと息子の断絶とかね、まあ、お母さんと娘の断絶とかもうたくさんあると思うんです。だからまあ特別なことじゃないんだろうけれど、やっぱりねこういう芸能界っていうところで面白おかしくこうマスコミに騒ぎ立てられると、まあ一般の人よりも余計に修復するのは難しくなっていくんじゃないかなっていう、そういう気もしますね。まあまあね、マスコミに問題っていうカードも出てますのでね。まあね、昔から貴乃花さんのことを好きだった私としては、なんとか関係が戻ってほしいなとは思いますけど、今日のこのカードの展開を見るとちょっと修復はなかなか難しいんじゃないかなって思います。ということで、今日は貴乃花光司さんと花田雄一さんの親子関係が今後どうなっていくかを見ました。チャンネル登録、グッドボタン、
コメントなどお寄せいただいたら嬉しいです。